こんな虫いるでしょ、うん、こんな虫食べてるんだよ、うん、こんな虫をね、ですぐそこでねやらせてもらったら、ここはあんまり多分ね釣れないと思うからね、俺がちょっとレッスンになったら、うん、あ、これ浮いてるぞ、見える、うん、あれをパクリっと食う、okay?ちょっと釣れるか釣れないかちょっとあれだけど、そしたらあれねバクって食いついてます、いればね、いれば食いついてます、あれこれこね、こんな感じラインはここにこうやって持ってね、こうこういう感じみたいな、こうやって持って竿だけこうゆっくりこうやってこうやって振る、ヒュッて落としたらね、こうやってこれだけ、ね、こうやったら釣れる、こう投げるでしょ、投げたらさ、これこう持って手輪っこを作るようにして、こうやってこうやってね、こうやってラインを引くとかかったらね、釣れましょうね、投げたらこんな感じでね、そしてか魚かかったら竿と一緒にこれ糸をブッて引くんだよ、うん、そうかかったらね、よし、じゃあ釣れる場所行くよ、ちょっと待ってよ、こんなもんでいいか、ここ持ってしてね、こうやってこうやって、うん、こうやって持っていいよ、こうやって魚かかったら糸をこうやって、おお、今くっついてよ、えよく見てんだよ、いいかい、こう、こう持って、いけ、こう持って、こうやって振るの。そしたらこうやって、持って、かかったら、パシャってやるから、糸を引いて、竿を上げるよ。もし来たら。お、来た。遅い。え見えないあれ、赤いの。これ。ほら、来た。あ、もう来た。ね、今来てるでしょ、うん、来てた、わかった、今。ね、はいはい、引いてすぐ上げるの、うん、ここは来ないでしょ、したらさ糸あれしてシュッと投げるの、こうやってもう少し遠くに投げないとダメだ、やってみる、ね、そうそうね、見せたらいいよ、したらすぐ合わせるよ、パシャッとやる、引いてすぐ上げるの、うん、あっちの方にいるな、よく見てる、お、来た、今一瞬来たよ、見える、見える、あれ赤いの、赤いの、うん、そこまで行ったらもう一回竿を立てて、竿を立ててヒュッと振る、そう、そんな感じ、ほら、あれ見えるでしょ、見えた、お、来た、遅い、見えてないか、これ今ここで合わせるの、これ今俺こうやって竿を立てて合わせたでしょ、糸は離さないで今あれだけど、あれね、あれ見えるでしょ、お、来た、これね、お、来た、いやすごいね、ちっちゃい、こんな感じ、もうちょっと前でな、おい、いいよ、あそこに、あれ見えるでしょ、お、来た、惜しかった、おい、もう一回、ほら見てるの、あれ、お、来た、見えない、今一瞬来たよ、あ、見えなくなったね、ちょっと沈んだ、今食いついて沈んだんだ、ほら赤いのが見、あ、
あ、沈んじゃった。あ、来た。どうやんの？糸を引くんだ。ほら来た。糸を引くん。あ、もういいもういいもういい。あ、引きすぎ、引きすぎ。おい。おい。おぉ。寝ますかい？はい。糸の引き方ね。一回逃がすからね。ね、こうやって逃げるでしょ。あれあれ。糸はさ、こう。ん？ここで輪っこ作ってさ、こっち引くのさ。ん？なんだって？うん、こう。ここでさ、こう握るでしょ。で、握ってこう輪っこ作って、こうやって。うん。で、この糸を引けばいいのさ。よ。こんな感じでした。どうですか、慣れればね、大体できる。最初はね、大体できる。投げる本当は練習したもんだよね。フライはこんな感じ。投げたらね、その餌にドライフライって言うのこれ。で、まだ強いと思うよ。いけ、ちょっと待ってよ。投げるのはちょっとあれだけどね。これ持ってって、これ起きた。遅い。そんな見る暇なかったもんね。いや、まずさ、いけ？アサリを見つけるのって感じ。あ、なんちゃんのことに引っかかった。いけ？まず、どこに針があるか確認しないとダメだよ。いけ？これ。これ、向こうの流れ、これ。あ、どこ？あれ、あれ、あれ。あれ、来た！ダメだ。引くのはね、こっち引いてもダメなんだよ、これ。ん？こっち引いたって出てこない。糸をこれ。こっち引くんだよ。ね、引くときはだよ。これ。これ、ずっと向こうが流れてる。ね、わ、虫が出てるわ、すごい。ハッチすごいわ。ね、ないね。見えるでしょ。あ、向こうで跳ねたか。もう少しこっちでね。食うときすぐ来るからね。見てる。おい、見てるよ、あれね。あっち流れてた。いないか。あ、